今朝の新聞に面白いことが書いてあったよ。パパのこと。違うよ。パパの去年手掛けたビルが国際デザイン賞とかなんとかって賞をもらったんだってさ。これでパパも今まで以上に忙しくなっちゃうね。そういうわけじゃないけどさ、こんな困った状況になった時パパがいてくれたらなーって。本当に一周してきた姉だもん。信じられるも何もないよ。僕が転んだ時はすぐ病院に連れて行ってくれたんだけどな。パパはママみたいになってほしくなかったんだと思うよ。だからだよ。ずっと体が弱くていつもパパの帰りをじっと待ってるだけだったから。だからパパはゆうちゃんには強くて自分の意見を持ったしっかりした女性になってほしかったんだと思う。あ、話し込んでる場合じゃなかった。急がないと遅刻しちゃうよ。ほら、ゆうちゃん、早く着替えて。ごきげんよう、ゆうりちゃん。今日はずいぶんとごゆっくりでしたのね。疲れた顔も素敵ですわ。ゆうりちゃんは本当に可愛らしいですのね。私、なんだかとっても気分が良かったのですわ。朝、目覚めた時から。ああ、ユーリか。いや、ちょっとな。困りごとというか、そうか、そうだな。こういうことは女の子に相談した方がいいかもしれない。最近、寮生の部屋のカーテンが老朽化しているという苦情が多くて張り替えすることになったんだが、何色がいいかで揉めているんだ。ジェイクは今まで通り淡いブラウンがいいと言うんだが、サトルは淡いブルー系がいいと言うし、アンリはシンクのビロードにしろなどと、みんな勝手にいろんなことを言って、まったく困ったものだ。俺か。俺は洗いざらしの真っ白いカーテンがいいかな。だがサトルとジェイクには
それでは病院にいるようだと猛反対されてしまった。ユーリ、お前なら何色を選ぶ？凹凸のある生地。そうか、生地を考えれば白でも問題ないわけだな。うん、すまなかったなユーリ、くだらないことで呼び止めて。だが参考になったよ。もう一度サトルやジェイクと話し合ってみよう。それじゃ。授業が終わった時のユーリちゃんはまさに水を得たお魚さんのようですわね。それでユーリちゃんはこの後どのようなスケジュールなのでしょう。もしも暇ならいつもの喫茶店へお茶をしに行きませんか。ロウ、飛んで火にいるなんとやらだ。今を持て余している、そんな顔をしているものが現れたぞ。ユーリか、せっかくの土曜日なのに悪いけど手を貸してもらえるか。ユーリ、君に頼みたいのは、ここにある書類をすべて閉じられるように折ってほしいんだ。本来ならカイリに頼むところなんだが、カイリも手が離せなくて。すまない。ロウ、頼む前に何枚折るのかだけでも教えてやれ。さもないと意地が悪いぞ。全校生徒分かける20枚だ。なあ、文化祭準備日用のパンフなんだ。あとは頼んだぞユリ。ジェイク、お前もな。 Why? なんで私が言ってしまったか。私も時間が許す限り手伝おう。
なかなかはかどらないな。ああ、製本機ぐらい用意するべきだな。今度、総務部に掛け合ってみよう。S？ ユリ、お前は弟のカイリとお前は双子だと聞いたが、いるにはいるが家族とはもうこの10年ほど会っていない。母親はいないのか？そうか。そうだな。なぜなのか。私の場合は家族に疎まれていると言った方が正しいだろう。さあ、手を動かせ。ユーリ、こんな時間まで何やってんだよ。へへん、成績が悪くて居残り学習させられてんだろう。へえ、そうだったんだ。じゃあどうしよっかな。帰りから夕食をユーリに頼みたいって伝えてくれって言われてたんだ。じゃあ俺が作っといてやるよ。パスタだったら作れるぜ。こう見えても結構いけるもん作れるんだけどな。ああ、時々クランチでアンリから習ってんだ。オッケー、任せなさい。じゃ、後でな。どうした？楽しそうだな。おう、アンリーに料理。すまなかった、二人とも。ユウちゃんごめん、まさか手伝ってもらってたなんて。もう大丈夫だよ、あとは僕がやるから。サード、ありがとう、助かったよ。いや、これくらいのことは。では、私はこれで。ユウ、なかなか楽しい時間だ。ユウちゃん、ジェイク先生と何話してたの？あ、そうなんだ。
今日は本当にありがとう。気をつけて帰ってくれ。よ、おかえり。ああ、こっちはさっき買い出しをしてこれから準備をするとこだよ。帰りも頑張って食事の時間までには帰りたいって言ってたぜ。3人分作ればいいんだよな。見てろよ、ほっぺが落ちるくらいうまいもん食わしてやるから。ああ、そうだけど、それが何か。疲れた顔してるけど、自治会の仕事って何だったんだ。へえ、大変だったんだな。よかった、俺にお鉢が回ってこなくて。ご苦労さん。さてと、台所貸してくれよな。あ？母ちゃんから習ったナスの味噌汁とかカブチャの煮付けとかなら作れるぜ。ま、今時料理の一つも作れない男はヤバいだろ。専業主婦がまかり通る世の中じゃないからな。女も仕事を持つのが当たり前だと思うし、女が働くんなら男が家事をするべきだっては思うからな。これ親父の受け売りなんだけどな。ユーリできたぜ。さてと、仕込みは終わったし、サラダも作ったし、あとは帰りの帰りを待つだけだな。何言ってんだよ、お前も少しは料理の勉強しないと嫁さんにもらってもらえないぞ。かわいそうに。ああ、帰りも、こんな姉じゃ恋の一つもできやしない。まさかお前らまだ一緒に寝てたりすんのか。このベッドで。ボーイズラブよね。うわー、
でもやっぱ出れる。なんでもないってばね、コウスケ。おう、はあ、お腹いっぱい。コウスケはもう帰ったの？バカ外人に。ダメダメ、何料理を教わってくるか分かったもんじゃないわ。それより明日どうする？イクミと一緒に海？それとも先輩たちと遊園地？どうしようかな。せっかく誘ってもらったんだから先輩たちと遊園地にしようか。うん、お姉ちゃんも連れてきていいって悟先輩が言ってたから大丈夫だよ。チケットは4人分あるからって。オッケー。悟先輩の電話番号は、あったあった。はい、もしもし。もしもし。よう、帰り。あ、サトル先輩ですか？明日のことなんですけど。ああ、どうだ、行けそうか？はい、大丈夫です。じゃあ、適当な時間にそっちに迎えに行くよ。じゃあな。あ、はい、おやすみなさい。さて、これでオッケーね。何が？ああ、そうだった。まあまあ、酔い止め飲んで頑張ろうよ、ね。今から飲むの？でも、あんた、今私の体に入ってるのよ。まあ、気休めにしかならないかもしれないけど、とりあえず飲んでおけば？今日は早く寝ようか。だけど、かっこいい男の子でも遊びに来た？ほんと、何？何の音？まさか、ネズミじゃないでしょうね。それとも、どしようって。人がいるってことを知らせなくちゃ。1階には預金通帳が置いてあるし。とにかく
部屋の電気をつけるの。あんたはその辺を探して武器になりそうなものを用意しておいて。動きが止まった。よし、下に降りてみよう。武器は持った？ちょっと、三日坊主で飽きたってことはないでしょ。ちゃんと1週間は使ったんだから。あ、そうだった。ダンベルでいいよ。1個私に貸して。いい？あんたも何かあったらすぐに投げつけるのよ。あ、うちの外に逃げた。追うわよ。どこに行ったのよ。そこか、とりゃおっしゃー、大当たり。あ、こら待て。たく逃げ足の速い。ダンベルもう一個当てたかったのに。ちょっとカイリ、何やってんのよ。いいから早く来なさいよ。まだその辺にいるかもしれないでしょ。だったかな。でも写真が。わかった、私の美貌に惚れ込んだストーカーの仕業ね。なんですって。おのれ、今度会ったらダンベルをもう一個脳天にぶち当ててやる。何よ、俺は正当防衛よ。どっかには当たっちゃったみたい。ぶつかった音がしたもん。犯人は現場に戻るって言うじゃん。怪我してるやつがいたら要注意ね。包帯を巻いてるとか、あざがあるとか。警察呼ばなくても大丈夫かしら。そうだな。何してくれるってわけでもなかったわね。ったく、日本の警察も全然頼りにならないんだから。もっと指紋を取るとか、地面に落ちてる髪の毛や繊維を拾い集めて分析するとか、科学的な捜査をしろっちゅうの。それにしたって、うちらから状況を聞いてメモ取ってるだけじゃ全く意味ないじゃない。あんなだから凶悪犯がはびこるのよ。犯人に心当たりはありませんか、なんて間抜けなこと聞いてたけど、分かってたら警察なんか呼ばずにその場で相手の家まで文句言いに行ってるっちゅうの。ガーッ、ムカつく。で、結局のところ、被害はあんたの写ってる写真が3枚、それだけってことね。ってことは、犯人は女ね。しかも、精神的に相当ダメなやつ。この可愛らしい私の写真を1枚も撮らずに行くなんて、犯人が男だったら絶対にありえないじゃない。そうに決まってるじゃないの。なあに、不服そうだけど。
それにしてもほっとしたら眠くなっちゃった。うん、じゃあおやすみ。遊びに行く予定だったっけ？ああ、そうだったわね。遊園地か。すごい久しぶり。パパと行ったのが最後だったっけ？北九州のスペースワールドでタイタンに乗った時はすっごい気持ちよかったな。そうだ、その時にパパが大きくなったらもっと怖いのに乗せてくれるって言ってたんだ。今だったら断然ゴライアスよね。ゴライアス。はいはい、急いで準備すればいいんでしょ。ここは私たちの町からバスに乗って30分くらいの場所にある遊園地。数年前にできたけど、私とカイリはまだ一度も来たことがなかったんだ。絶叫マシン系が豊富だってことが売りなんだけど、カイリのやつ大丈夫かな。あー、それにしても遊園地なんて久しぶり。何から乗ろうかな。なんだなんだ、カイリは遊園地が好きだったのが。だったらもっと前に誘えばよかったな。今日は礼儀正しいんだな、ユーリ。それにしてもいい天気でよかったな。すっかり秋の空だけど。ああ、去年遠足でこの遊園地に来た時は笑えるくらい暴風雨だったよな、ロー。そういえばそうだったな。乗り物っていう乗り物がほとんど休業状態で、仕方ないからクラス全員で鏡の迷路に入って、鏡という鏡に手形をベタベタつけて回って、係員にめちゃくちゃ怒られたっけか。それだけじゃないだろう。あ、そうそう、もう一個だけ、お化け屋敷が営業してたんだよな。ここのウォークスルータイプなんだよ。で、クラスメート全員で一気に入ってったら思いっきり床が抜けたんだよな。床の上にセンサーがあって、そこを踏むとボヨーンと生首が飛んでくるって仕掛けがあってさ、みんなが面白がってバンバン踏んでたら、そのセンサーの周りの床が持たなかったらしくて、いきなりバキッって。ああ、俺とローは少し先を歩いてたから助かったんだけどな。センサー周りにいた奴らが10人くらい落ちたんだ。そういえば、ああ、あの時落ちた奴ら今どうしてるんだろう。物音に驚いて
俺たちはお化け屋敷から飛び出したんだけど、落ちた奴らは影も形もなくなってたんだ。お化け屋敷の中を警察が来て捜査したんだが、それっきり。冗談に決まってるでしょ。信じてやんの。それで結局どうなったんですか。ああ、落ちた場所が地下通路で、運よく誰も怪我してなかったんだ。でもさすがに遊園地側はカンカンで、その場で全員追い出されたんだよな。そうそう、しょうがねえから遊園地の前にある喫茶店で夕方まで溜まってたっけ。俺にとっては唯一の汚点なのだ。確かに今じゃ貧困法制な自治会長様だもんな。今日はやばいことするなよ、アトル。いいいい、肝に銘じておきやす。ねえねえ、早く乗りに行こうよ。まずはジェットコースターですよね。ねえねえねえ。おう、もちろんだぜ。ユーリ、お前はどうだ。帰りはバスにも弱かったんだ。もう本当に弱なんだから。そういうわけだ。すまないが、ジェットコースターには二人で乗ってきてくれ。俺とユーリはひとまずそこの売店で冷たいものでも飲んでくれ。しょうがねえな。じゃ、帰り行くぞ。はーい。わあ、やっぱ並んでるな。さすが一番人気のジェットコースター。ま、覚悟の上だけどな。15分待ちくらいですかね。しょうがないか、日曜だもんな。ですよね。それにしてもお前の姉貴、ジェットコースターに弱いなんて、結構女らしいとこあるんだな。なんかいっつもキャピキャピ騒いでて強そうな印象だったんだけど。はっ、ははははは、やばい、帰りの振りするのすっかり忘れちゃってたわ。僕もあまり好きじゃないんですけど、今日はせっかく先輩が誘ってくれて、だからその何もごもご言ってんだよ。あれ、あいつらどこ行ったんだろう。ローが女に気を使うなんて珍しいよな。雨でも降らなきゃいいけど。あ、サトル先輩、そろそろ乗れそうですよ。お、ジェットコースター、俺小さい頃から大好きなんだ。ヤッホー、この風を切る感じがたまんない。お、ついに来るぞ、最大難関の90度垂直落下。やったー、待ってました。うわ、やばいかも。カイリー、おい、カイリー。カイリがどうかしたのか。ユウちゃんのバカ。
参ったぜ帰りのやつ。途中までは一緒になって喜んでたのに、突然真っ青になって震え出したんだ。たく、俺が誘ったからって無理すんなよ。絶叫マシン系に弱いなら弱いって言ってくれりゃいいのに。ベンチに座っていた方がいい。何か飲み物を買ってこよう。いえ、大丈夫です。ちょっとクラクラしただけですから。はあ、もう平気です。つーか、あんなに喜んでたじゃないか。それが一体全体どうなってるって言うんだよ。賭け？バカだな。で、ダメだった場合はどうなるんだ？部屋の掃除当番を。かけるもんがすんげえかわいい。なあ、ロじゃあ次はのんびりしたのに乗るか。観覧車か、メリーゴーランドか、豆汽車か。まるで子連れで遊園地に来たみたいだな。おゆうちゃんのバカ、僕が怖いのはあんまり好きじゃないこと知ってるくせに。カイリー、お前お化け屋敷もダメなのか？男だったらガツンと行けよ。でもやめておけ、サトル。無理強いをしても仕方がないだろう。おかしいな、僕昨日の夜と朝と2回も酔い止めを飲んできたのに。おかしいな、薬が効きにくい体になっちゃったのかな。せっかく遊園地に来たのに。あ、先輩たちも僕に構わず乗ってきてください。そうだな。じゃあ軽めのものを探しながら園内を見て回るか。おう、乗り物以外にも楽しいもんがあるかもしれないからな。ああ、そういうことだ。だからあんま気にすんなよ、カイリ。はい。観覧車はすぐに乗れそうだ。ロー、カイリ、それにユリ、走れ！ユーちゃん、行くよ。うわー、すっごい高いよ。見て見て、ユーちゃん。いい性格してるな、カイリ姉。一本取られたな、サトル。そうだな。まあ、でもいつもは近場をうろうろするくらいだよな。寮でも学園でも顔を合わせてるし。あ、カイリたちはいつもつるんでんのか？あ、いえ、僕たちは。うん、だってゆうちゃんといると大変なんだもん。ほんとボケとツッコミだな。
双子なのにこれだけ性格が違うのも珍しいんじゃないか。なあ。でしょう先輩、ゆうちゃんは本当に変わった姉貴なんですから。うわあ、ゆうちゃん観覧車の中で暴れちゃダメだったら、そんな急に立ち上がったら。おい、大丈夫か、ユリ。気をつけろよ。もう、ユウちゃんのせいで係員さんに怒られちゃったじゃない。危ないから暴れないでくださいって。まあまあ、何もなかったんだからいいじゃねえか。なあ、カイリ、ユリもな。さてと、そろそろ帰るか。バスの時間もあることだしな。そうだな、カイリ、ユリ、今日は楽しかったぜ。また遊びに来ような。はい、ありがとうございました。帰り、帰りのバスだが、どうだ、大丈夫そうか。あ、はい、お昼を食べた後にもう一度酔い止めを飲んだので大丈夫だと思います。今度お前を誘うときは遊園地だけはやめるようにするよ。もっとおとなしいもんにしような。はい。それじゃ、次に行くのはクラシックのコンサートか。それを言うか。去年の2月、総動学園の吹奏楽部の発表会が地区会館で行われたんだ。それに悟と一緒に行ったんだが、悟のやつものの5分で寝てしまったんだ。そうだよな、サトル。だってよ、聞いたこともない曲を演奏されたっていいのか悪いのか、うまいのか下手なのか分かんねえし。それにしてはずいぶん爆睡してたようだが。そうなんだよな、一番最後の曲が終わって、アンコールが終わって、それにも気づかずに寝てたんだよな。いやー、クラシックってすんげーよく眠れるわ。サトル先輩ったらおっかしいの。まあ、誰にでも得て不得てがあるってことだよな、カイリ。そうですね、サトル先輩。あったか。あるじゃん、ほら。去年の冬休みに俺とロートで隣町の酒屋でバイトしてたんだよ。ああ、あれか。初めは良かったんだけど、俺たちが働き出した2日後に酒屋の隣にクレープ屋がオープンしちまってさ、一日中甘い匂いが酒屋の店内にも充満しちまって、ローのやつその場でやめますって叫んでやんの。あれは拷問だよ、ただでさえ甘いものが苦手なのに。さすがの俺もあれは辛かったな。僕クレープ好きだけど、でも毎日じゃ辛いかも。だいたい酒屋でバイトを始めたのもただでワインのテイスティングができるってとこに惹かれたのに、ワインの香りも何もなかったもんな。ああ、今日は本当にありがとうございました。僕た
ちはここで失礼します。ああ、ユーリ、あまり気を張らずにいろ。じゃあな。また明日。ユウちゃん、僕たちも帰ろうか。うん？うん。ユウちゃん、お風呂沸いたよ。先に入る？珍しいね、一番風呂が好きなユウちゃんが。うん、わかった。じゃあ僕先に入るから。窓から覗いてたみたい。僕そんなのわかんないよ。びっくりしてシャワーのお湯をかけたらどこかに行っちゃったみたいだけど、僕もう向こうに行けない。だってあ、そっか。もしもユウちゃんが先にお風呂に入っていたら、ユウちゃんが覗かれてたかもしれないんだ。うん、そうだね。覗かれたのが僕でよかったよ。ついてないね、最近。それを言わないでよ。僕だってもっともっと男らしくなりたいと思ってるんだから。僕ね、ずっとユウちゃんに憧れてたんだ。強くて思ったことをはっきり言えて、同じ兄弟なのにどうしてってずっとそう思ってたんだ。ユウちゃんみたいになれたら、ユウちゃんのように強くなれたらって。おかしいでしょ。僕いつかきっと強くなるから、ユウちゃんが呆れないように、ユウちゃんを守れるように、きっと。ユウちゃん？ユウちゃん、ありがとう。でも、僕はユウちゃんにこそ幸せになってほしいよ。僕、自分のことは自分で守るから。ゆうちゃんさ、小さい頃からいつも僕のことを守ろう守ろうってしてくれてたよね。
ん。だって寒い冬の日にマフラーを忘れた僕に自分のを貸してくれたり、おねしょをした僕をかばってくれたり、風邪をひいた時もずっとそばにいて看病してくれたじゃない。僕もそんなゆうちゃんに甘えてた部分が多かったと思うんだ。でもゆうちゃんはさ、口でうるさく言うほど強い人じゃないんだって僕知ってるから。だから僕なんかに構うよりもゆうちゃんが素直になれるようなそんな恋人を見つけて幸せになってもらいたいって本当にそう思ってるんだよ。じゃあおやすみこんな話したの初めてだね。もう僕たちも大人になったってことかな。その駅だよ。双子って面白いよね。姉が興奮してるとそれが弟にも伝わっちゃうんだからさ。いいってば。ちゃんが誰と付き合うのか興味あるな。コウスケ？それともサトル先輩だったらユウちゃんと気が合いそうだよね。あ、ロウ先輩を狙ってみるとか。ユウちゃんくらいわがままな性格だともっと大人の男の方がいいのかな。ジェイク先生みたいにさ。あとはアンリさんは？ゆうちゃん食いしん坊だからアンリさんだったらいつでも好きなだけご飯作ってもらえるよ。気になってる人いないの？僕の周りにいる人たち普通よりレベルは高いと思うんだけどな。それにゆうちゃんのことみんな結構気に入ってるように見えるんだけど。あ、そうだねえ、高野祭までに誰かに踊ってもらえるように頑張ってね。知らないの？もう本当にゆうちゃんは女の子らしいときめきに欠けるな。総道学園の高野祭って昔からの伝統にのっとってキャンプファイヤーをするんだって。高野祭で好きな人と踊ると一生幸せになれるとか、なんかいろいろ噂もあるみたいだよ。
去年の話をサトル先輩に聞いたんだけどね、すごかったんだって。ロー先輩とサトル先輩にダンスを申し込む女の子の列ができちゃって、ダンスどころじゃなかったらしいよ。そうかな。うん、その息だよ。ゆうちゃんは普通にしてれば可愛いんだからね。じゃ、おやすみ。ごきげんよう。